フットボールリーグ1995から1996シーズンはフットボールリーグの98回目のシーズンである。ディビジョン1はサンダーランド、ディビジョン2はスーインドンタウン、ディビジョン3はプレストンノースエンドが優勝した。本シーズンより各ディビジョンごとのチーム枠が24で統一された。同シーズンの FA プレミアリーグについては F.A. プレミアリーグ1995から96を参照のこと。バーミンガムダビー、グリムズビータウンイップスウィッチ、レスタールートンタウンノーリッチポーツマスリーディング、サウスンド、ユーサンダーランドウルバーハンプトン WBA、フットボールリーグ1995-96の、クラブ本拠地チャールトンクリスタルパレスミルウォールワトフォード、フットボールリーグ1995-96の、 クラブ本拠地バーンズリー・ハダースフィールド・オールダム、ポートベール、シェフィールド・ユナイテッド・ストークとランミール・フットボール・リーグ1995-96のクラブ本拠地5位のレスター・シティが、ディビジョン1の3位から6位のチーム間で争われる、ファーストディビジョンプレイオフを勝ち抜き、FA プレミアリーグ1996から97の昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、 勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ブラックプール・ボーマス・ブラッド・フォード・ブライトン・アンド・ホーブ、ブリストル・シー・ブリストル・アール・バーンディ・カーライル・ユトド、チェスタ・フィールド・クルー、アレクサンド・ラ・ハル・ノッツ・カウンティ・オックスフォード、ユー・ピーター・バラ・ローザーム・シュルーズベリー・ストック・ポート、スウォンジー・タウン・スウィンデン・ウォルソル・レックスム・ウィカム。 ヨークシティフットボールリーグ1995-96のクラブ本拠地、ブレントフォードフットボールリーグ1995-96のクラブ本拠地6位のブラッドフォードシティが、ディビジョン2の3位から6位のチーム間で争われる、セカンドディビジョンプレイオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1996から97、ディビジョン1への昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。 ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ケンブリッジ・ユーカーディフ・シティ・コールチェスター・ダーリントン、エキシター・ギリングハム・ハートルプル・ヘレフォード・ユトド、ノーザンプトン・プリマス・ワーガイル・スカボロ・ー・トーキー、ユナイテッド・フットボール・リーグ1995-96のクラブ本拠地バーネット・フルアム・レイトン・オリエント。 フットボールリーグ1995-96のクラブ本拠地ベリーチェスター、ドンカスターリンカーンシティ、マンスフィールド・プレストン・ノース・エンド・ラチデール・スコーン・ソープ、ウィガンフットボールリーグ1995-96のクラブ本拠地4位のプリマス・アーガイルが、ディビジョン3の4位から7位のチーム間で争われる、サードディビジョンプレイオフを勝ち抜き、フットボールリーグ1996から97、 ディビジョン2 a の昇格を決めた。各チームのホームゲームの結果を記載。ホームチームから見て、勝利が、セーラン、敗戦が、赤ラン、引き分けが、コーラン。ウィキペディア英語版 EN、EN、1995-96、フットボールリーグ8時40分、24ノーベンバー2012、番をベースに翻訳ウィキペディア日本語版。 フットボールリーグ2012年12月6日17時24分番ありがとうございます。